みつともチャンネル。どうもやよ。ちょっと小声ですみません。実は今朝の5時なんですけど、ちょっと寝れなくて編集とかしてたらこの時間になってました。まだ寝れないので動画を回しております。先週ね、みっちゃんと線香花火対決をしたんですよ。で、ともいち負けてしまいまして、罰ゲームでみっちゃんのことを2つ聞かなきゃいけなくって、トモエ居酒屋をしてほしいということで、今回の動画はトモエ居酒屋を開店する動画となっております。なので夜な夜な準備をしていきます。まず居酒屋さんといえばメニュー表が必要だよね。で、居酒屋さんの名前何にしよう。普通に大衆居酒屋三つともとかでいいかな。あれからちゃんと寝て起きてメイクをしました。今からお料理を仕込んでいきたいと思います。じゃじゃーん、準備ができました。すげーいい感じにできた。だし巻き卵、冷やしトマト、焼き鳥盛り合わせ、ウィンターポテトサラダ、無限きゅうり、肉じゃが、刺身の盛り合わせ、枝豆、あとはハイボール、こんな感じのラインナップです。メニューもお店風です。名札もつけて準備バッチリなので、あとはみっちゃんの帰りを待つのみです。まだおうち居酒屋のことはみっちゃんには内緒にしてるのでサプライズです。喜んでくれるかな。おかえ、あ、間違えた。いらっしゃいませ。一名様ですか？はい。ほら、みっちゃんがさ、トモエ居酒屋してほしいって言ってたよ。お。だから、トモエ居酒屋です。また来ます。なんで？ご案内いたします。ありがとうございます。こっちへ来い。出港、出港。大衆居酒屋みつともへようこそ。ありがとうございます。こちらメニューとなっております。お飲み物からお伺いいたします。じゃあ日本酒ない。
じゃあ、オーパスワン。ない。あ、いいの、開けて。いや、ダメ。各配お願いします。はい、わかりました、はい。少々お待ちください。はい。やっぱ、カボスでお願いします。わかりました。種は入れないようにしてください。種取っております。すげえな。よう書いたな。お待たせしました。ありがとうございます。はい、どうぞ。みっちゃんって書いてあります。ありがとうございます。私もいただきます。ありがとうございます。乾杯。うめえぜ。お食事は何にするんだ。とりあえず枝豆、トマト、刺し盛り。かしこまりました。はい。枝豆とトマトです。ありがとうございます。トマトはお塩とマヨとどっちがいいですか。塩で。塩。あ、いや、塩で。なんだよ。はい、ありがとうございます。うん、いいじゃん、茹で加減。ほんと。あ、当店の料金システムについて説明させていただきます。当店の通貨はよしよしとなっております。なるほど。なので、うん、だし巻き卵を頼んだら2よしよし、うん、なるほど、みたいな感じで、うん、最後に1杯よしよししてもらいます。なるほど。じゃあ、過去杯3よしよしだけど、これ自分も飲んでるからこれは なくなるよね。キャストの分もお支払いください。いや、俺キャスト飲んでいいなんか言ってないもん。飲んでいいな。ねえ、これ包丁切れなくて、ここごちゃごちゃになっちゃった。包丁とかんていうからね、研いとくね。刺し盛り言ったよ。あ、そっか、忘れてた。刺し盛り前出てないよ。他には注文取ってますか。刺し盛り取ってます。刺し盛り注文取ってますか。うっせーな。はい、どうぞ。お箸とおしぼりないです。おしぼり、わがままだな。うん、はい、お箸。はい、ありがとうございます。はい、おちぼり。コンビニのおちぼりのやつで。マグちょうだい。お客さん、今日はお仕事だったんですか。はい、そうです。どんなお仕事をされてるんですか。建設業です。今日休日だけど、休日出勤してきました。あらま、それは大変ですね。ゆっくり飲んでてくださいね。ありがとうございます。あ、私、トボイチンって言います。はい、友達に呼んでください。はい、おかみさん。違う、もうやだ。なんで。やだ。おかみさん。友達に。おかみさん。ほら、つながってる。もや。ほら。魚屋さんに言ってください。ん？魚屋さんで買ってきたんですか、これ。そうですよ。ここでさばかないんですか。さばかないよ。さばけるわけないやろ、友が。はぁ、あ、今日も疲れた。癒しをあげようか。友達にチューしてもいいよ。ただですか、それは。ただです。口でもいいのよ。こら。おかわりもらっていいですか。はい、はい、ありがとうございます。店員さん、泡多くないですか。もううるせえ。はい、ありがとうございます。チェキも取れるんですか。そうですよ、大丈夫です。なんで。取れ。店員さん、店外デートもできますか。できますよ。100よしよしです。100。店員さんとお風呂に入ることもできます。500よしよしです。明太ポテトサラダ、はい、無限きゅうり、お願いします。じゃあ、明太ポテトサラダと無限きゅうりでお間違いないですか。だってさっき俺そう言いましたよね。お待たせしました、どうぞ。これ美味しかったよ。マジで。え、食べたんですか。うんうん、つまみ食いしました。美味しい。せやろ、うん、せやろ、うん、もういいよ、これも。お客さんより先に手をつけるってどういうこと。はい、あーん、あーん、あーん、機嫌治った。今度居酒屋に行きますか、店外デートで。いいよ。居酒屋みっちゃんっていうところがあるんですよ。そうなんですか。そこは美味しくてですね、一緒に行きますか。行きます。おごりですか。まあ、おごりです。今日はあの割り勘なんで。なんで。勝手に飲んでるじゃん。肉じゃがお願いします。はい、肉じゃがは電子レンジで温めるので少々お時間いただきます。はい、お待たせしました、肉じゃがです。ありがとうございます。ラップ付きで。こちらは当店特製の返しを使用しております。俺の返しやろ。おいしい、なかなかじゃん。腕が上がったやん。見て、まあ、じゃあ、だし巻き卵お願いしてよろしいですか。ごめんなさい。今から焼いてくれるんですか。いや、もう焼いてます。はい、お待たせ。
がとうございます。確実に料理の腕が上がっております。もう悩みを聞いてもらえますか。うちの妻のことなんですけど、もう毎日大変なんですよ。やはり私は猫だとか、にゃんこだからよしよししろとか、人間なのにどうしたらいいんですかね。うわぁ怒った。こんなにも可愛い奥さんなんだから、そんぐらい許容範囲でしょ。そうですね。焼き鳥をお願いします。かしこまー、これちょうだい。どうぞ。皮全部食われた。もう終わり？チキンとらんと。いや、今冷蔵庫の中でなんか一品作ってるからね。何この人。お、いいのがあった。はい。ハンバーグ。叩かれるよ。いや、イチジクのコンポートは俺が買ってきたやつよ。はい、はい、ありがとうございます。もう酔っ払ったんやろ。チェキの撮影がありますけど大丈夫です。チェキの撮影断ったら離婚ですけど。奥さんにチェキ撮るなって言われてるんですよ。もう奥さんでしょ。チェキお願いします。はい、はい、チーズ。どうすか。ありがとうございます。イエーイ。まだしっかり出てないけど。よく撮れてんじゃん。ね、いい感じなの。さすがプロ。このチェキを今度の横浜ライブでプレゼントします。え、私物プレゼント抽選会で。そう。何勝手にそんなこと決めてんだ。みんな来てね。そろそろお会計でよろしいですか。はい、領収です。36よしよし。はい、こんなにしました。しました。ぐちゃぐちゃ。ごちそうさまも。みんなもおうち居酒屋してみてね。はい、楽しいだんだよ。それじゃあバイバイキン。バイバイキン。オレンジ入れて。オレンジ。オレンジありません。はい。なんでカバンに入ってんねん。